さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。あなたは、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、用意していただいて全然気づかなかった。ありがとうございます。本当にたくさんお世話になって、卒業まで本当にあと1ヶ月なんですけれども、よろしくお願いします。そしてありがとうございました。ありがとうございます、皆さんも。ありがとうございます。花束が用意されているなんて。ありがとうございます。お世話になりました。いやいやいや、ありがとうございました。なんでロケ終わったのに急に控室戻んだよみたいな。でも何も考えてなかったです。ありがとうございます。気持ちはそうですね、まだまだ実感がないんですけど、こうやって花束いただいて、ああ自分卒業するんだなって少しずつ実感が湧いてきました。ありがとうございます。あと1ヶ月くらいあるってことで意気込みを、はい、意気込みそうですね、まあ卒業してからは一般に戻るので、それまでの期間、アイドル活動を精一杯全うしたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。嬉しい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 。だから最近ちょっと寄せます。あ、ちょっと待って、やばい。下に行くとバレるから、下に4階に行けよって言ったら大丈夫ですみたいなこと言って。4階行こうと思った。4階行こうと思った。基本的に。フードまで被ってたの。すみません。いい。ありがとうございます。